お元気ですか、僕趣味です。今回は福岡ソフトバンクホークスヒストリー、1938年から2022年までの開封動画となっております。ですので、南海ホークスや福岡ダイエーホークス時代も入っております。こちらは1パック5枚入り、1ボックス15パック入りでございますのでね、前編は8パック、後編は7パックでやっていきたいと思っております。ですね、で8パック今ね、これから今用意しております。果たしてね、誰の直筆サインカードが出てほしいのかと言いますとね、私はね、やっぱりね、あの平成唯一の三冠王松中信彦選手にね、直筆サインカードがね欲しいなと思っております。それではね、早速ねやっていきたいと思います。前編の一袋目でございます。こちらね、湯上谷博史選手、甲斐拓也捕手、野村克也捕手、皆川睦夫投手、岸川克也外野手でございます。2袋目でございます。ちょっと待ってくださいね。中田健一投手、球団の歴史、野村克也氏が兼任監督になった時のカードでございます。加藤真一投手で、石川修太投手、若田部健一投手でございます。3袋目でございます。真原隆弘投手、村上正則投手、秋山浩二外野手、球団の歴史、鶴岡、これ和人監督にいいでしょうかね、日本一を達成した時のカードでございます。間違ったらごめんなさい。田村仁志外野手でございます。4袋目でございます。で、松田信弘内野手です。本田雄一内野手です。でこちらね、斉藤和美投手のカードでございます。懐かしいですねこれね。西岡三四郎投手でございます。で和田剛投手でございます。で5袋目でございます。石川誠一内野手です。城島健二捕手です。牧原大成内野手です。小池健二内野手です。今宮健太内野手です。6袋目でございます。川崎宗則内野手です。現在は栃木の方でね、です現役としてやっております。井上裕二投手です。で、広瀬宏則外野手のこちらね、これは花火模様でございますよね。これはこちら75枚の限定カードでなっております。75分の72となっております。
河野貴之内野手です。で、松中信彦内野手です。7袋目でございます。寺早隼人投手です。村上正則投手です。これは木所優馬外野手です。山内和弘投手です。柳瀬明弘投手でございます。で、前編ラストの8袋目でございます。こちら苦闘の80年代の時のカードでございます。こちら南海ホークス時代ですね。藤本博史内野手、現在監督でいらっしゃいますね。藤原充内野手、藤岡弘明投手、日本ハムにもね、在籍した経験がございます。で、最後は柳田悠岐外野手でございます。以上で福岡ソフトバンクホークスヒットリー1938年から2022年までの、カード開封動画全編を終わりたいと思います。直筆サインカードは出なかったですけどね、こちらですね。広瀬博則、外野手の、ね、これ花火模様のカードが出ました。後編の方でね、直筆サインカードの確率が、高いと思いますので、ね、よかったら後編もご覧ください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。